マリベレン坂本。とにかく偽ろうとせずに自分らしさを出して全力で楽しんでほしいっていう、あとその人自身の自分らしさがその人の美しさをよりも出してくれるものだと思うので、自分に嘘つかずに心に問いかけて全てを全力で頑張っていただきたいなと思います。その人の行動を見て応援したいと思えるような人がユニバースジャパンになるべきだと思います。ミスユニバースって外見だけで評価されてるんでしょって言われてしまうことがすごく多い。全くそんなことはなくて、本当に内面も磨いていかなければいけないし、4ヶ月って本当にあっという間なので、全力で楽しんで最後まで日本大会に向けて頑張っていってほしいなと。本当に最初と大会当日と全然顔つきも違えば雰囲気も違ってくると思うので、やっぱりもう絶対今年ミスユニバースになるんだっていうその強い思いはもう絶対負けないって思ってます。ミスユニバースっていう世界をいろんな方に身近に感じていただいて、たくさんの女性がそれを見て感化されたり、視聴者の方々も日常生活頑張っていただきたいなと思います。